今日はドキンちゃんのハートシェイプカフェを開封するよ。これはドキンちゃんのハートシェイプカフェ。こんな感じのセットが入っていて、ドキンちゃんが店員さんになってるんだね。じゃあ中を見ていってみようね。よいしょ。中にはこんな建物が入っていたよ。 お店になってる。そして、こっちの方は、ドキンちゃんが入ってるのかなよいしょ。ドキンちゃん出てきて。あ、ドキンちゃんが出てきたよ。店員さんの格好していて、ローラースケートを履いてるんだね。ドキンちゃん、ローラースケートもできるんだね。それじゃあ、建物の外側を見てってみようね。これは看板。 すごいなんか、おしゃれな文字だよね。これね。ハートシェイプカフェ。ドキンズでハートシェイプカフェって書いてあるよ。そして、こっちはメニュー。アンパンマンが、なんか、店員さんなのかなこっちにおいでって言ってるよ。そして、こっちはコキンちゃん。ドキンちゃんのお店にコキンちゃん遊びに来てるんだね。横の方にはバイキンマン。 バイキンマンもお手伝いしてるのかな何してんのかないたずらしちゃダメだよ。あ、こっちは食パンマン。ドキンちゃん、食パンマンに手伝ってもらっているんだね。この建物の中はどうなってるのかな ?2 階建てだね。2階建てになっていたよ。1階がお店で、2階が食べるところみたい。 そして1階にはこんなレジが置いてあって、あ、ドキンちゃんハートに囲まれてるね。そしてここにはメニュー。いろんなものが食べられるんだね。そして2階に上がっていくと、ドキンちゃんに案内してもらおうかな。2階に上がって、ここは何なのドキンちゃん。ここは食べるところで、いろんなものを お出しするのよ。すごい美味しそうだね、これね。いろんな食べ物を出してくれる。あ、これはコーヒーかな飲み物も出してくれるんだね。そして、ここにはドキンちゃん。ドキンちゃんが額に飾られているよ。私のお店だからね。ドキンちゃんのハートシェイプカフェ、楽しかったかな チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。